MC ミューコムシリーズは日本電機が1970年代から1980年代にかけて製造したマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラのシリーズであるミューコムシリーズのルーツは世界最初期のマイクロプロセッサの一つであるミチップ構成のミュー PD707.708 ーに始まるミュー p d 70 7 7 7 0 8は日本コカ・コーラが 販売管理のためにシャープに開発を持ちかけた機器に使うため日本電機に開発が持ちかけられたものである。1971年12月と他の世界最初期のプロセッサとほぼ同時期にサンプルを完成させている。以降、NEC は他種のマイクロプロセッサ及びマイクロコントローラを開発、製造した。それらの中の汎用的な製品には ミューコムマイナスから始まるシリーズ名が付けられていた。ミューコムマイナス 4K とミューコムマイナス 16K はオリジナル製品、ミューコムマイナス 8K は主にインテルやザイログの互換品だがオリジナル製品もあった。ミューコムシリーズ以外には電卓用のマイカルシリーズやチューナ用のミューピデ d 1 7 0 0シリーズ、 AMD AM2905 巻の MUPB2900 シリーズといったシリーズがあった。MUCOM の名は、1980年代になって、V シリーズや 78K シリーズが登場すると、使われなくなり、例えば、MUCOM-87AD シリーズは単に 87AD シリーズと記載されるようになった。UPD751MUCOM-4 は、 日本電気オリジナルの4ビットマイクロプロセッサである。インテル4040 40と異なり、ミュー PD751 はデータバスとアドレスバスが分離されていた。N チャンネル MOS28 ピンパッケージ。周辺 LSI として以下の製品があった。ミュ COM-41 は P チャンネル MOS42 ピンパッケージの4ビットマイクロプロセッサである。 周辺 LSI として以下の製品があった。ミルコム -42 は p チャンネル MOS 42ピンパッケージの4ビットマイクロコントローラである。r ム、ラムおよびキーボード、ディスプレイ、プリンタのコントローラが内蔵されていた。ミルコム -43 シリーズは4ビットマイクロコントローラであり、細かくは10品種以上ある。大きく開けると、 P チャンネル MOS 製品、N チャンネル MOS 製品、CMOS 製品があった。ミルコム -44, ミルコム -45, ミルコム -46 も含まれる。1980年代前半以降は、ミューー d 7 5 0 0シリーズに移行し、以後 75X、75XL と続いた。ミルコム -47 は、N チャンネル MOS。 64ピンパッケージの4ビットマイクロコントローラである。r ム、ラムよびキーボード、ディスプレイ、プリンタのコントローラが内蔵されていた。ミルコム -8 はソフトウェア的にはインテル8085巻の8ビットマイクロプロセッサだがパッケージが42ピンと異なり、端子配置も全く異なる。8080 80とはサブ命令などの実行時に フラグが立つなどの違いがある。ミュー PD8088 ミューコムマイナス80は、インテル8080 80とピンコンパチブルで、ソフトウェア的には、ミューコムマイナス8とコンパチブルの8ビットマイクロプロセッサで、ある。ミューコムマイナス8の端子配置を8080 80と同じにしたものとも言える。後に8080 80と細かい点まで、完全にコンパチブルにした。 ミューコムマイナス 80F に切り替わった。ミューコムマイナス8には、ザイログ Z85 巻の8ビットマイクロプロセッサである。後に、CMOS 版がも出たミューコムマイナス84は、インテルの8ビットマイクロコントローラ8048の互換品である。CMOS 版は、ミュー PD80C50 までが作られたが、 現在8ビットの業界標準にもなっているインテル8051互換品が作られることはなかった。ミューコム -85 は、インテル8085互換の8ビットマイクロプロセッサで、ある。ミュー PD8086 ミューコム -86 ミューコム -88 は、インテル8086、8088互換の16ビットマイクロプロセッサで、ある。 あとに V シリーズに移行する。ミルコム -87、ミューコム -87AD は、日本電気オリジナルの8ビットマイクロコントローラである。ミルコム -87AD は、ミューコム -87 に AD 変換機能が追加されている。64ピンパッケージ。レジスタ構成は A、A, V, B, C, D, E, H。 L の8本を1組として2組持っていた。V レジスタはワーキングメモリ領域として使うアドレスの上位8ビットを格納するベクタレジスタとなっており、現在の 78K シリーズでは固定しているショートアドレス空間を自在に配置できた。 V レジスタを削除し、レジスタ構成を7本1組だけにした、サブセット品として、MU PD7805、MU PD7806 もあった。MU PD7807 以降では、あるが16ビットに拡張され、16ビット演算用に EA レジスタが追加されている。このシリーズのパッケージとして、クイップと呼ばれる独特のものがあった。 1.27mm ピッチで、モールドから出ているリードを一本ごとに折り曲げる箇所を変えることにより、2.54mm ピッチのリード4列の形状となっていた。パッケージボディが小さい割に、タピンでピンピッチが広く実装しやすかったのが好評だった。ようで、1990年代の 87AD シリーズの終演期においても生産が続いた。 ミューコム -16 は日本電気オリジナルの16ビットマイクロプロセッサでミュー PD755 とミュー PD756 の2チップ構成であった。標準的な40ピンディップチップとミュー PD768、ミュー PD768 は1978年に発表された日本電気オリジナルの1チップ16ビットマイクロプロセッサで 後にミューコム -1600 というファミリー名が付与された。当時としては珍しい64ピンパッケージを採用し、ピン間隔は 1.27mm ピッチだが、写真のようにジグザグ配列となる用2列に折り曲げて使用された。また同時に専用のゼロインサーションソケットも開発された。基本命令93種、1ワードは16ビットで、 1>, 1から3ワード命令が存在。メモリは、バイト単位でアドレス付けされて、1メガバイトのメモリ空間を持つ。i、大アドレス空間は2048バイト分。汎用レジスタ14本を切り替えて使用できる。また、Z80 等にも採用された、に入力ベクタ割り込みやドマ制御、D ラム用リフレッシュ制御機能、マルチプロセッサ化を可能にすべくマスター。 スレーブモードが備わっている。NEC データブックマルチチップ1982、ABNEC データブック8ビットシングルチップ、マイクロコンピュータボリューム11994、1995ハット ABCNEC 電子デバイスデータブック76、NEC データブックシングルチップ1983、日本電気車車編算室。 日本電気株式会社100年市日本電気2001年12月25日669ページありがとうございます。